高圧的な人を見ると固まってしまう。もしかしたらそれは幼少期の親子関係が原因かもしれません。はい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカッチです。親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは好きなのに好かれると怖くなる。親に愛されてこなかった人の特徴21選です。早速ですけど質問です。このようなことはありませんか 人の役に立たないと価値がないと感じてしまう。いつも人の目が気になる。困ってる人がいるとほっとけない。自分が何が楽しいのか、何がやりたいのか、何が好きなのか、どうやって生きていったらいいのかがわからない。子育てをしていてもわがままな子を見るとイラッとするし、ダメやと思って,してもいてもガミガミ叱ってしまう。他の子と比べてうちの子は大丈夫かなって心配になり、そして子供が可愛いと思えない。 これまでこのような悩みをたくさん聞いてきました。 そしてそのような悩みに対して僕はね、えー、子供と関わるときはこういうコミュニケーションをしたらいいんですよとか、自己肯定感を高めるためにはこういう行動習慣を取り入れましょうね、みたいな話をね、やってたんですよ。まあ、最初はやってました。で、もちろんそれがね、ダメっていうわけではなく、まあ、短期的にはね、ちょっと心が楽になったねとかね、子供との関係も良くなったとかね、自分のなんだろう自己肯定感であったり、ちょっとね、こう、和らいだというような声もありましたけれども、やっぱりね、 やっぱ根っこ,根っこに、ね、何かがあるなって、ね、ずっと思ってたんですよ。一時的に良かったとしてもそれが長続きしないであったり逆にそれうまくできない自分を責めてしまうっていうこともあって、ね、これは何なんだろうっていうことを、まあ、読み解いていったらやっぱりねちっちゃい時の親との関係性からそのような行動習慣とかそのような心の癖が来ているなっていうことに僕は気づいたんですね。 そう、子供の時に、親に愛されるために、親に褒めてもらうために、親に怒られないために、ちっちゃい自分がね、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかってね、周りの顔色をかがって、ええー、いい子にして、いい子を演じてね、ええー、完璧にしなければいけない。ええー、いつも笑顔でニコニコする。元気よく返事をする。まあ、そのようなことをやってたら、親に褒めてもらえた。とかね、親に喜んでもらえた。 そういうことがね、癖づいてしまって、いわゆる人生の脚本となってしまって、そういうその脚本通りに今は子育てをしていたり、脚本通りに仕事をしたり、脚本通りに、えー、毎日を生きている、なので、生きづらいっていうところがね、えー、これだなっていうところが見つかったんですよ。なので僕はね、そういう自分の中にの人生脚本を読み解いて、えー、間違ったルール、こうしなければいけない、ああしなければいけないっていう、その間違ったルールがね、その脚本の中にがっ,がっつりとか、ぎっしりね、刻み込まれているの。 でそれを緩めようねっていう本を出しました。 で今日はね、えー、まずですよ、ね、どうやって緩めるねんっていう話の前に、自分のこういう生きづらさ、人の目が気になるとか、ね、いつも完璧にしてしまうとかね、えー、子供が可愛いと思えないとか、子育てがうまくいかない、なんでそうなるねんっていうね、原因のところをね、えー、ちょっとお伝えしていきたいなと思いますで。最後まで聞いていただいたら、今のこの苦しさとか、生きづらさとか、うまくいかないのは何ぞやっていうところがはっきりとわかります。 そのメカニズムがわかるから具体的にどうしたらいいかが見えてくるんです心が軽くなると思いますので、えー、最後まで聞いていただけたら嬉しいですただね、えー聞,きすぎえー、聞,聞いてる最中に なんだろうちょっとね、こうパニックになってしまったり、もうこれ以上聞いていられないなと思ったらいつでもストップしていただいて OK です。自己判断でね、えー、聞いていただけたら幸いです。えー、この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています、えー。よかったらチャンネル登録をポチッと押していただけたら大変嬉しいです。で、概要欄にはね、先ほど紹介した親も子も楽になる緩める子育ての本の紹介であったり、えー、公式ライン公式 LINE ではね人生脚本をどのように書き換えるのかっていうで今の人生脚本をどのように読み解いていくのか自分の中にある生きづらさ、ね、今日紹介する生きづらさをどのように、えー、緩めていってそして新しいルールを習慣化していくのかその具体的な方法を、えー、有料の講義動画として、えー、ゆる有料講義でやっている動画を26本プレゼントしておりますに26本よ26本プレゼントしているのでぜひ、えー、公式 LINE も確認していただけたら嬉しいですと。 いうことでね、それではもう早速始めていきましょうかね。親に愛されてこなかった人の特徴21選ということでね、まず簡単に人生脚本の話をさせていただきましょう。ね、人生脚本、それはね、僕たち私たちをね、0から6歳までの親との関係によって、えー、これからどうやって生きていくのかっていう人との付き合い方であったり、世の中の生き方などのそういう脚本を作っていくんですね。 そ,うその脚本の中には、えー、まさに自分の家族の中で家族とのコミュニケーションの中でどのように振る舞ったらいいのかとかどのようにコミュニケーションしたらいいのかとか友達と、えー、コミュニケーション友達との関わり合いであったり、えー、世,の中の世の中でのなんだろう立ち振る舞いですよね自分にとって成功って何なのかとか幸せって何なのか失敗とは何かとかねそういう、えー、価値観であったり信念が作られていくっていうことなんですね。 っていうことなんですよただね、6歳に作られたからそっか、そそから6歳に作られたそういういわゆる生きるための土台、いわゆる価値観であったり、信念がもう,もう変えることができないかっていうことはそうじゃないんですよ。これは、今、私がどのような人生脚本に従っているのかっていうのをしっかりと読み解いた上でね読み解いた上で、新たな人生脚本を作り直すことはできます。 でできますで子どものときにはねその脚本に従わないと親に叱られたりもしかしたら親に戦えたりベランダに閉じ込められたりするそのようなことがあったかもしれないだから生きるためにはそのねルールに従わないとダメだったかもしれないでも僕たち私たちはもう大人です大人ですよね大人なのでね、えー、ルールに従わなくてもねあの生きていけます生きていけますよ、ね、親と離れることもできます親がいなくても自分で生活することはできます なので,なので、ねえー、そういう意味でも今,今まで従ってたその人生脚本っていうのを読み解いて自分の心が楽になる、生きやすい、そして自然体で、えー、子供と関わり、自然体で毎日を過ごせるようなルールっていうのを作っていけたらいいなと思います。はい、そのような中で、ね、まずは自分自身がどのようなルールに従っているのか。 っていうところをね、えー、今回の動画で明らかにしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。そしてそのルールができた背景って一体何なんだろうっていうのをね、ちょっとね、えー、過去を思い返してみて、もしよかったらノートとかにね、書いていただけたら、す、えっ、ー、と楽になるんじゃないかなと思います。そうなんですよ。内側にね、そういうかんある感情であったり、そういうなんかモヤモヤしたものは、内側に置いてても、ますますモヤモヤするんですね。大きくなっていくんですよ。 で臭くなっていくんですね。で、えー、自分の体を縛ってしまう動け。動けなくなっちゃうんですよ。そう。何をやっても楽しくないっていう状態になります。なので、そういうふうに自分の中で確かに感じているモヤモヤであったり、ざわざわ、そして不安であったり、心配、恐れ、焦りなどはね、えー、何に対してそんだけ恐れているのか、何が不安なのかっていうのをしっかり言葉にして、外に出してあげれば、それだけでも心が軽くなって緩むと思います。 なので、良、えー、ければね、ノートとか、えー、出したりとかしちゃったりして、しちゃったりしてね、<laughs> しちゃったりして、えー、あの時こんなことを言われたことが悲しかったなって、本当はこういうふうに言ってほしかった、こういうふうに育ててほしかったみたいなところを言語化していくのもいいんじゃないかなと思います。それでは始めていきましょう。親に愛されてこなかった人の特徴、21分の1。なんかしんどい。 これなんでですよねどううしょうか、えーまあ、あの大した仕事もしてないのに、まあ、ちょっと動いただけで疲れてしまうとかで昨日の疲れが全然取れていないとかありませんとにかく何かわかんないけどしんどいしやる気が出ないそのようなことはありませんか もしかしたらそれは普段からね周りの顔色を気にしているそのせいかもしれないということですね。必要以上にね、まあ、自分の今の発言ってどうだったのかなって、ね、誰かを傷つけてないのかな、困らせてないのかな。って ねえー、自分変な,変なことしてないかなっていうところにねアンテナを張ってしまってそういうところにエネルギーを使ってしまってね何もしてなくても普段からすっごいね、えー、全速力ではくるくる走ってるんですよいろんなところに神経尖らせて大丈夫かなってまさに目の前の人だけじゃなくて横の人後ろの人斜めの人とかもう360度あらゆる方向にねアンテナ立てて情報をね、えー、収集して情報を体に入れてしまってるわけだからそれを処理することにエネルギーを使ってしまってってしまって。えー いんっっててここととがあるかもしれませんってことですよねそうこれっていうのは本当にね幼少期のなんだろうな、えー、自分が頑張らないと親に褒めてもらえないであったり、えー、そのままの自分で言ってたら「そんなことで泣くな!」って言われたりね。 えー、なんかもっと笑顔でいなさいとか元気にしなさいみたいなことを言われてそのままでいることを許してもらえなかったなので今のこの場においてふさわしい自分ってどんな自分なんだろうっていうことをね、えー、考えるがあまりね疲れてしまうっていうこともあるんじゃないかなと思いますいかがでしょうか思い当たることありましたかはい親に愛されてこなかった人の特徴21分の2褒められたら困るねえ まる、えー、ちゃん今日のプレゼンよかったよとかね、えー、あ助かったよありがとうって感謝されたりありがとうって言ってもらえたり、えー、あんたのこんなとこすごいねって言ってもらったとき言ってもらったらねまああのー、なんだろうなどういうふうにそれを受け取ったらいいかわからないっていう感じですよねでもしかしたら自分をコントロールするためにそういうふうに言ってるんじゃないかっていうふうに考えすぎてしまったりとか、えー、もしかしたら何だろう あの思ってもないこと言ってるんじゃないかとか、ね、逆に期待をさせてしまうとその期待を裏切ってしまうのが怖いっていうふうに考えたりとかしてね、まあ、そういうふうに、まあ、褒められても嬉しくないっていうことがある方もいらっしゃいます。はい、これっていうのもまさに子供の時にねまず褒めてもらえたことがなかったと。 ねえー、すごいねと、えーなんかねあのー、感謝されたこともなかった、ありがとうって言ってもらえた方もなかった、少なかった、まあ、ゼロじゃないよ、そういうことが少なかったので、そういうふうに言われたときに、どうしたらいいかわからない、であったり、逆に、すごいねとかね、えー、ありがとうってたくさん言ってもらって、でもその背景にね、えー、親の魂胆として、そういうふうに言っとけば勉強するんじゃないかとかね、そういうふうに言ってたら、親の期待に応えてくれるんじゃないかっていう、その親の意図を子供の時に感じてしまってね、感じてしまって、 待って褒められた時にね。うわ。これって本心で言ってないなってね。思ってしまう。また誰かの期待に応えないといけないんじゃないかって。プレッシャーになってしまう。そういうことから褒められたら困るっていう、えー、思い思いというか、そういう現象が起きてくるんじゃないかなと思います。どうでしょうか？そのようなことはありませんか？どんどん行きますね。21分の3。困ってる人。 解けないどうでしょうか。不安そうにしてる人であったり、な、え、ん、ー、だろう、焦ってる人であったり、困ってる人ですよ。ね、ま、え、る、ー、さん助けてって、あのーね、助けを求められたらね、とにかくほっとけない。自分がやるべきことがあったとしてもね、えー、やらないといけないことがあっても、それをほったらかしにして、とにかく目的考えずに、目の前の人に対して、えー、なんかできることないかなってかんあのやってしまう。 もしかしたらそれっていうのはね、子供の時に、えー、お母さんお父さんが忙しかったから、ねえー、下の子の面倒を見させられたり、ね面倒、迷惑をかけないようにお父さんとお母さんの負担を、ねえー、軽くしてあげようと思って必死でお手伝いしたり,し,たりしていた、まあ。そのようなことがね、えー、幼少期のそのような行動であったり心の癖がね、えー、今もなお続いている可能性はありますよね。本当は自分がやりたいことがあるのに、でも困っている人がいたらほっとけない。ね クラスでも 20, 20人に対して授業をやっててて、ね、1人がウェンウェンって泣いてたらもう授業をストップしてその人その,子その子だけサポートしてしまって残りの19人は置いてけぼり、ね、そういうことも、ね、ありませんでしょうか。まあ授業をするってことはなかなかないやろうけどとにかく、あのー、子供のことが心配っていうのもそうある,あるよね。 うん、子供が困っているとほんの本来なら子供に任せてあげたいとかね子供がそういう失敗からね自分で立ち上がる力を、えー、つけるってこともすごく大事なことじゃないですか。 ね、できないことを全部助けてしまったらいつまでたってもできるようにならないってことだから、えー、で,きないできないっていう状態でも見本を見せてあとは任せるっていうやり方であったりね困っている状態を全部助けてしまうと自立できないっていうこともあるそれは分かっていても子どもが悲しそうにしていたり子どもが困っていたら、えー、全部自分でやってしまうであったり、えー、子どもが助けを求めていないのに困らないように困らないようにっていうように先回りしてしまうそのようなこともありませんでしょうか これは本当に幼少期のね親子関係から来ていくケースもありますありますので、えー、どういうことど何がきっかけでそういうふうに困ってる人をほっとけないんだろうっていうところをねちょっとこう読み解いていくだけでもね今のその困ってる人を助けないといけないっていうところがね緩むと思いますのでちょっとそういうところも見ていただけたら嬉しいです親に愛されてこなかった人の特徴21分の4自分のためにお金を使えない。 どうでしょうかこのようなことはありませんか子供のためとか、子供の教育とか、本とか、塾とかね、子供のためならお金を使える、ね。家族が幸せになるために、家族のためにならお金を使える。でも自分のためには使えない。まともとのランチとか、自分の服であったり、自分の化粧であったり、自分のために使ってはいけない。自分のために使うんだったら、将来のために貯金しないといけない。などなど、自分のことに対して大事にできない。そのようなことはありませんか ね、これはもしかしたら幼少期の親子関係であったり家庭環境から来ている可能性はありますよね、えー。そんなことでお金を使うな、ね、お金があるんだったら貯金しなさいっていうふうな教育を受けていたりとかね、えー、お自分の親がねそもそも自分のためにお金を使ってなかったと。 えー、家族のためにお金を使っていて服とかもねボロボロで化粧もせずにね、えー、自分のことを犠牲にして子育てをしたり、えー、家庭を切り盛りしていたそういう姿を見ているから母親とはそういうものなんだと思ってしまってね、えー、私自身もね、えー、余ってるんですよ余,余ってるってことはないよ余ってるってことはないやろうけどお金あ,あるんだけどそれを自分のために使うっていうのことがちょっとこうできないっていうこと、ね、もしかしたらあるかもしれませんね でもちろんね無駄遣いせいって言ってるわけじゃなくて時にはね 自分を喜ばせることも大事だと思うんですね。うん。自分を楽しませることであったり、自分にご褒美をあげること。ね、自分の心が満たすためにお金を使ってあげるってことも大事だと思うんですよ。もちろん無駄遣い性って言ってるわけじゃなくて、制限もあると思うんですよ。制限もある中でね、毎月これだけ使うっていうことをね、自分の中で決めて、もしくは旦那さんとね、パートナーと相談して、自分はこれだけは自由に使えるってことを決めてね、えー、時には自分の心を満たすために使ってもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ今日はね、そういう具体的な解決方法というよりも まあそういうような自分のためにお金を使えないというのは、どのようなことがきっかけで、そういうことが起きているのかなということをね、ちょっとね、幼少期の経験であったり、これまでの経験をね、読み解いていただければいいと思います。はい、21分の5。間違うことを恐れてる。どうでしょうか失敗が怖いとか、えー、完璧にしないといけないとか、えー、期待に全て応えないといけない。失敗してはいけないし、ミスをしてはいけない。そのようなことはありませんか まあもちろんね、失敗、失敗、<laughs> あの、なんだろう、なんだろう、完璧にできるようったらできるよに越したことはないよ。 もう別に失敗せえって言ってるわけではない,ないんだけれども、どうしてもね、新しいことをやったらやっぱ失敗するでしょで新しいことじゃなかったとしても、ミスすることはあるし、間違うこともあると思うんですね。だけどそれを恐れていると、恐れていると、やっぱりね、日常、もう普段の生活からね、ずっと緊張状態じゃないですか。絶対失敗したらあかんでってなると、ずっと緊張してる、力が入ってる状態。つまり、リラックスできないんですね。休めないんですね。そういいううに親ががリラックスしてななな休めないで心が不安定な状態 同じように子どもも焦りが出てきたりとか、えー、不安になってしまって心が不安定になってしまうということなのね心が不安定な状態では自己肯定感が育ちにくいってことでしょそうなので,なので,なので、えー、母親そして父親もね親はね心が安定していることが大事だよね、うん、そのためにもねその失敗をしてはいけないじゃなくて失敗からどうやって学ぶのかっていうその学んでいる姿を見せたらええかなって僕は思うんですよ失敗とは何かってことですよそこを定義づけるってことですね 僕は失敗とはデータですよ。うん。一つのデータです。そのデータです。それが成功しても一つのデータ。ね、ただ、その成功しても一つのデータであり、同じやり方をやっても同じ成功が手に入るかどうか分かんないけど、いろんな成功したデータを集まっていったら、成功する共通点が見つかるかもしれない。そうだよね。失敗でも全く同じです。失敗でもデータです。 失敗そのデータから何がいけなかったんだろうって分析して駄目だった原因が分かったら具体的にどうしたらいいのかっていうのも見えてくるよね。見えてくるよねでそれも見えてくるからその作戦をやれば、えー、成功に近づいていくってことじゃないですか。やっぱり失敗しないと成長しないし自分が求めているところに行けないんですね。それが英検合格するっていうことかもしれないし自分が新たにやりたいフラワーアレンジメントの資格かもしれないプログラミングかもしれない何かわかんないけどやりたいことを実現するためには絶対失敗は欠かせないんですよ。 で失敗を恐れていたら、やりたいことを、えー、我慢してしまうし、やりたいことに一歩踏み出せなくなるってことですね。やりたいことではなく、やれそうなことを選んでしまうってことね。まあ、別にそれでもいいんですけれども、あなたがどちらの人生を望むのかってことです。ね、安定している道、やりたくないけれども安定している道を選ぶのか、もしくはんとなくやれそうな道を選ぶのか、はたまた自分が本当にやりたいことをやる、そういう人生を選んでいくのか、それはどの道でもいいんですよ。自分が選べるんですね。 選べるでおかっちはやっぱり自分を生かしたい。 生かして自分を生かして生きる生きられる人を増やしていきたいってずっと言ってるわけで自分という人間自分の中の才能であったり得意なことそしてやりたいことに正直になってね自分の得意を生かして生きていく、まあ、そういうね、えー、生き方もあるんですよっていうねメッセージをどん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 伝えていきたいんでもしあなたがね間違うことを恐れているとか失敗が怖いと思ってるんやったらその原因って一体何なんだろうってどんなことがあったんだろうって読み解くだけでもちょっと軽くなると思いますそして新たにね失敗 失敗とは何ぞやっていうところを自分の中で、えー、定義してみるのはおすすめです。失敗って何ですか子供に失敗を恐れてる子供がいたらね、あなたは何と声をかけますかその声をかけてる通りの行動、あなたはできてますか どううでしょうか。今できてなくても大丈夫です。自分の中に,にある失敗とはまる、失敗とは、えー、負け犬であり失敗とは谷底であり失敗したらもう二度と這い上がれないっていう定義やったらねそういう定義づけしてしまうと苦しくなるので自分の心が楽になるそして子どもが,子供が、ね、成長しやすくなる、えー、新たな定義を考えるっていうのもおすすめです。お勝ちにとって失敗とはデータです。もしかしたら失敗とは転ぶことではないかもしれませんね。 はい次行きましょうか。21分の6。子供っぽい大人が嫌。どうでしょうか。ね職場の同僚とかママ友と,とか見ててね、なんかこう、右脳人間、右脳っていうのはどっちかに言ったら思考、自分の頭で考えてとていうよりも直感で動いてる人間ですよ。いるでしょなんか感覚派っていうか直感で動いてる方ね。そういう人を見てると、なんかイライラする。 ねえー、自分がやりたいことを実現している人であったりやりたいことをやってる人ですよ周りのことを考えずにね自分があれやりたいこれやりたいって主張してくる人そういう人を見るとイライラするそのようなことはありませんか もしかしたらそれはね、子供の時に自分が言いたいことがあっても我慢していた、やりたいことがあっても言わなかった、もうそのようなね、経験をしているから我慢しなければいけないと、自分の中のそういう自由への欲求であったり、感じたまま感じるっていう、そういうね、えー、自己表現の欲求っていうのを抑えつけられたがあまりね、それを自由に表現している人を見ると、えー、イラッとしてしまう、そういうことがあるかもしれませんってことですね。で、まあ、子供っぽい大人だけじゃなくて、子供を見ていてもね、えー、なんであの子はこの ななわがままだなと私が子供の時はちゃんと親の言うことを聞いていたのになんでこの子は泣きたい時に泣いていやいや欲しいものが欲しいって言うのってこんだけ一生懸命作った料理を食べてくれないのって、ね、それは自分が、ね、子供の時に我慢していたから我慢していたからそれうにう我慢していない人を許せないんですよでおかちゃんはずっと言ってます幸せが誰かの我慢で成り立つそんな世の中を終わらせたいって我慢してもええことないんですよ ね、相手への憎しみとか恨みとか嫉妬に変わっちゃうんですね。そうで自分より自分が我慢していて、我慢してない人を見ると、それだけで、ね、なんか自分がなんかこう劣ってる気持ちになったり、そして相手に対する憎しみに、ね、が湧いてきたりするんですよ。でそれって、ね、平和じゃないし、それってなんか素敵じゃないなって僕は思うんですよ。じゃあどうしたらいいかというと、その我慢を解放するということ、解き放すということ。 あなたが我慢しててるここととは何でですすかってことですよそれを明確にしてできることからやってみませんかっていうご提案ですよはいちょっと水飲んで水というか黒豆茶飲みますねうんはい親に愛されてこなかった人の特徴21分の7頑張ってる時だけ安心するそのようなことはありませんかねええー、しんどいんですよ 本当は休みたいんですよだけどもう一息頑張れるとかねまだやれるとか自分がやらなきゃみたいな感じで自分を奮い立たせて、えー、無理なのにもう限界なのに頑張りすぎてしまうそして土日はもうくたくたになってもう何もやる気が起きないとそのようなことはありません ね、もちろん頑張ることも大事だし努力することも大切ですよねできないことができるようになったり成長するためには頑張ることも大事ですただその頑張りがね自分が本当にそれをやりたいからやっているかどうかこれすごく大事ですねその頑張った先にまるというものがあって そのま○を得るために、だから今これを頑張るんだっていう風なね、自分の中で意思を持って頑張ってるんだったらいいんだけど、そのこの頑張った先に、なんか、ワクワクする未来もなく、未来もなくね、で本当に頑張りたいかもわからないで、むしろ頑張らないと不安になるとか、恐れがあるっていう、そのやりたいからやるっていう、そのワクワクから来る努力とか頑張りではなく、不安や恐れから来る努力やったら、これしんどいんですよね、続かないんですよ。 今頑張れたとしてもそれは続かない。だから僕はそういう頑張りっていうのはおすすめしておりませんってことですね。で、でまずそのおすすめしてないってこともあるんだけど、そもそもなぜ自分はそうやって頑張ってしまうのかっていうことを読み解いた方がいいんですね。そうなんですよ。そのがおかっちがね、じゃあ頑張らなくていいよって言,うから言ったから、おか,っち,がおかっちにそう言われたから、じゃあ明日から頑張らないって言って、これだけで緩むんやったらもう警察いらんよ。 カウンセラーいらんよ。コーチいらんよ。そういう話でしょそういうことなんですよ。で、が自分の中で頑張,る頑張らざるを得ない自分の事情があるんですね。そこをしっかり読み解いていこうねってのが今回の動画の趣旨ですよね。そう。なので、頑張らないといけない理由って何ですかってこと。ね。頑張ることで何から自分を守ってるんですかはい。それ答えてください。何から守ってるえ21分の8。 何でも一人で抱え込んでしまう。うんまあ、これはね脳が言えないんですよ。断れないんですね。うん、断ったら、なんか期待に応えなかったらね、断,断ってしまったら、がっかりさせてしまうんじゃないかとか、迷惑をかけてしまうんじゃないかとか、ねえー3、3のとこでも紹介しました困、困ってしまうんじゃないかということでね、ね、まあ、自分はまだ頑張れるから、えー、とにかくやるよって言って引き受けてしまう。 そのようなことありません仕事でもそうだし家事でもそう,、えー、もうパートナーに説明するのも,説明するのもめんどくさいし相手が不機嫌になるのも,も嫌やと。 嫌や,やから、もうそれやったらもう私がやるわって言って、もうほぼワンオペ状態でね、全部自分が抱え込んでしまうって、そのようなことありませんかまあ、一時的にはそれでいいんかもしれへんけど、やっぱりそれって続かないですよね。自分ばっかり大変っていう不満を抱えてしまいますよね。その自分ばっかり大変っていうその不満っていうのはね、何らかの形で自分より弱い人に向かうんですよ、そのエネルギーが。 それは子供であったり、もしかしたらパートナーかもしれない。そのイライラであったり、八つ当たりっていう形でね、子供に、親とかパートナーとかにぶつけてしまうってことで、あまりね、よろしくないんじゃないかなって僕は思います。なので、なので、 何でも一人で抱え込むっていうその原因って何なのかってこれも先ほどにもお伝えしましたけど幼少期に何かあったんですかってことですね親にこんなこと言われたとかこんなことされたかこんなことかね、うん、例えばどんなことがあるかなそうあのー、親,親に〇〇やってねって言われてそれをやったら褒めてもらえたってね褒めてもらえたから断ってはいけないってねで逆に言ったら断った時にね親に〇〇やってって言った時にちょっと今日は無理って言ったらすごく怒られたとかすごくがっかりされたとかねそういう経験があるとね、えー頼ま 生まれ事はもう断ることができないっていうね、えー、そういうようなマインドになってしまうこともありますということですあなたの場合はいかがでしょうかはい親に愛されてこなかった人の特徴21分の9本音を言える友人が少ない どううでしょうか自分が思っていることであったり感じていることであったりやりたくないことそれをや,やりたくないって言えてますか自分は〇〇が嫌いってこういうのは向,向いてないとか嫌いとか、えー、ちゃんと伝えてます、えー、親友という時も背伸びをして本当の自分ではない仮面をかぶってね、えー、相手に好かれる自分を演じていませんか〇〇キャラを作っていませんか でそれっていうのも、まあ、幼少期の親関係であったり、まあ、小学校であったり、中学校の人間関係でね、えー、友達に無視されたとか、いじめられたとか、嫌われたとかね、まあ、そういう経験があったからね、えー、そのままの自分を出してはいけない、そのままの自分やったら、なんやろな、この場所から、ね、居場所がななくこの場所から出ていけって言われたりとかね、要は居場所がなくなったり、いじめられたり嫌われたりすると。 それだったら、周りの期待に応えてね、自分っていうのを押し殺してね、えー、押し殺してというか、閉じ込めてね、深い深いところに閉じ込めて、えー周りの、周りの人にとってね、害を与えないキャラクターを演じてね、本音を言わないということを選択してしまうんですね。 そうなので、あのー、こういうこと、骨を言えないという背景にね、どのような経験がありましたかっていう読み解きながらね、えー、これも少しずつでいいです。少しずつでいいんで、自分がねこの人だったら安心できるという人がいたらね、ちょっとずつ自分の気持ちを伝えていくっていうのはいかがでしょうかってことですね。アイメッセージでね、えー、伝えるのはおすすめですよね。あなたが〇〇をしてくれなかったから、私は悲しい気持ちになったよとか。 逆にあなたがこれを助けてくれたから私はとても嬉しいよっていう私っていうのを主語にして私はまるだよっていうことをしっかりと伝えていくっていうこと、ね、できるところでいいそれを、えー、いきなり誰かに伝えるっていうのは難しかったのからまずはノートに書くっていうことでもいいですなんかモヤモヤとか イイライラってしたことがあればねえどんな出来事があって、私はどうそれをどう捉えて、どう考えたか、らどんな気持ちになったのかっていうことをね、言語化して書いてみてくださいと。子供は時間通りに帰るって約束していたのに、時間になっても連絡しない、時間過ぎても連絡しない、それで私はとても心配になって、大丈夫かなって不安になって、だから、時間通りに帰ってこない子供に対して、こんだけイライラしてるんだな、みたいな感じでね、どんな出来事があって、それに対して私はどう考え どんな気持ちになったのかっていうのを言語化するだけでも楽になると思いますはい21分の10高圧的な人を見ると固まってしまう ここのようなことはありません、ね、会社の上司であったり同僚であったりおつぼねさんであったりね姑、えー、かもしれないなんだ自分の気持ちを聞かずに、ね、聞いてもらえずに理解しようとせずひたすら自分の価値観を押し付けてくるタイプですよねまるしなさいっていうね、えー、モ,ラホラモ,ラモラハラモ,アモラハラモラルハラスメントあってる、ね、モラハラタイプのね、えー、パートナーへの、えー、に対してもそうかもしれないね、うん そういう人を見るとね、固まってしまう。もしくは、なんかこう、戦闘体制、戦う体制に入ってしまうってありませんこれはね、お価値めちゃくちゃある。めちゃくちゃあるね。これはね、やっぱ幼少期の時に言いたいことが言えなかったんであったり、えなぜダメなのかっていう理由を説明してもらえずに、ダメなものはダメなんだって。 ね、もう僕はあれやりたい、これやりたいって、ね、欲求の塊の人間だから、もちろんそれをね、聞く親も大変やったと思います、うん。大変やったんだけれども、子供の時の私はものすごく不満があったんですね。うん、なんで教えてくれないのなんでダメなのダメなものはダメ。大人になったらわかるで。それに対してそういう態度に対しては僕はものすごく嫌やったので、やっぱ社会人になっても同じようにね、えー、そうやってダメなものはダメって。 俺,俺,が俺が考えてることがルールだみたいな人がいるでしょそういう人見るともう戦う体制に入っちゃうんですよ。もしくはもう固まってしまうか。もうどっちかですよねうん。はい。あ、半分終わりましたね。あ半分、まあ約半分ね。21分の10終わりましたね。よし。いきますよ。あと半分ですね。21分の11。依存体質。どうでしょうか。依存。うん。依存というと、例えば。 まあお酒であったり、まあ、服とか化粧であったりまあえ講座、まあ、子育て講座とか自己啓発の講座とかセミナーとかねそういうことに対してもそうかもしれんし恋愛依存。 かもししれないし、えー、他にはどんなことがあるかなまあ、食べ物への依存であったり、どうでしょうなんかストレスが溜まった時に、無償に〇〇したくなるってことはありませんで、その〇〇っていうのは止められない。買い物が止められない、ギャンブルが止められない、お酒が止められない、ね。えー、なんだろう、えー、暴食、暴飲暴食が止められない。そのようなことありませんか でこれっていうのももしかしたら自分の中にあるストレスをどうやってこう外に出したらいいかがわからないその現れかもしれないですね現れ。 ねえー、子供の時に自分の気持ちを聞いてもらえなかったであったり自分を大切にしてもらえなかっただから自分の中にある不満であったり不安そしてストレスをどうやって外に出したらいいかわからないだからなんだろうな、えー、友達をいじめるっていう方向に暴力っていう方向にあの、ねえー、で発散したりとか、えー、もしくはなんかバスケバスケットボールの練習っていうことでね、えー、そのもむしゃくしゃを発散したりとかね、えー、していたということで、まあ、バスケの練習で発散するのはそんなに悪くはないんだけれども えー、体を壊すような、心を壊すような、そしてね、えー、経済的なそういう基盤をね壊すような、まあ、お金の使い方であったりね、そういうことをしてしまうと、やっぱり生活が壊れてしまうよね。生活が壊れてしまったり、体と心が壊れてしまうと、やっぱりあの苦しくなってしまう。 っていうわけなので,でそのような依存っていうのはどういうところから来た,の来たのかなっていうのをちょっと読み解いていくといいかもしれないですね。買い物を買,買った時の高揚感で、えー、なんか欲しい服とかね買った時の,あのふわっとしたの嬉しいって感覚ある,あるじゃないですか。 ああいう感覚って、えー、それ以外のことでは満たせないのかなとか考えるのもいいですよね。代、え、替、ー、手段じゃないけど、食べ物、食べた時のあの嬉しい感じであったり、幸せな感じっていうのを食べ物以外で満たすことができないのかなっていうことでね、自分の体と心と、そして経済的な基盤を壊さないようなものに依存するならまだいいんですよ、ね。人間関係を壊すようなことも含めてね、そういうことじゃなかったらいいと思うんですよ。ね パートナーに対する執着であったり、子供に対する執着、えー、子供の勉強に対して、もうガミ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 叱ってしまう。それは子供への、子供の人生に執着してしまっていることもあるんですね。なので、そうではなく、何か、誰か人に執着するっていうのではなく、自分が本当にやりたいことは何なのと、自分の軸自分の人生に執着していくっていうこと。 が、えー、健康的なななんじゃいいかなと思いますんで、えー、もっと言えばそういう先ほどお伝えしたね、えー、買い物をしてしまうであったり焼、えー、け食いしてしまうであったり、えー、ギャンブルしてしまうっていうところそういうところに依存があるのであればそれに 変わるような、ね、方法ってないのかなって考えていくというのはすごくおすすめなんだけど、その前にね、今、えー、解決法を話しちゃったけど、その前にね、えー、何がそうさせてるんだろうっていうところを読み解いていくのがいいよね。まずそっちが先だよね。こうやって依存して、えー、買い物ばっかりしてしまうとか、えー、子供の人生にこう執着してしまうとか、そういうものってどこから来てるんだろうっていうところですね。そういうところが分かるだけでもちょっと楽になると思うので、えー、ちょっとそういうところを書いてもらえたらいいかなと思います。 書くんですよとにかく外に出すのは書くってことなんで言葉にして外に出す出す出せば楽になるからねはい親に愛されてこなかった人の特徴21分の12すぐイライラするはいどうでしょうか子供を見てねまあ怒らんでもいいようなことやけどもうすぐもう沸点がね沸点に達してしまってもう,もう、ね、爆発してしまうってやったり、えー、感情的に叱ってしまう で下手したら手が出てしまったり、ベランダに閉じ込めたり、なんだろうな、あんたなんて、えー、産むんじゃなかったわ、みたいなね、本当に人格をに傷つけるような言葉を子供にぶつけてしまうっていうことはありませんか。うん、それ自分でもダメやなと思って,ん、ね、思ってるんだけど、もうやってしまうんですねで。それっていうのは子供の時の親が自分に投げ,投げかけていた言葉かもしれないし、 ね、えー、子どもの時に自分がいい子ちゃんでいたのになんでこの子は言うこと聞いてくれないのっていうそういうところからきてるのかもしれないつまり自分の中の「べき」っていうルールからきてることが多いんですよ。 でイライラっていうのは、自分のこうあるべきっていうそのべきと、現実とのギャップによってイライラするんですよ。ね、勉強するべきって思ってるのに勉強しないとか、えー、片付けするべきって思ってるのに片付けしないとか、兄弟で仲良くするべきって思ってるのに仲良くしない、うん。そういうふうに現実と理想、自分の中の理想ですよね。何々すべきっていうところにギャップがあるからイライラするんですよ。 なので、その一つ一つのべきっていうのはどこから来ているのかなというところをね、書き出してみると、ちょっと楽になるんじゃないかなと思います。はい。21分の13。好かれると怖くなる。あ、これ冒頭でお話したことよね。どうでしょうか。えるまるさんのこと好きなのに、えー、大好きなんですよ。ね、嫌われたくないんですよ。だけど、好かれてしまうと怖くなる。 これはね、失うことへの恐怖ですね見。見捨てられ不安とも言われますね。一度手に入れた。手に入れたって言い方はあれやけどね、えー。一度関係が良くなってしまうと、その関係が終わってしまうんじゃないかと。終わってしまうこと。その時に傷ついてしまうんじゃないかっていうことね、がよぎってしまって、相手のことを好きになんのやめとこうっていう風に思って、自分で気持ちをセーブしたり、で、えー、相手にね、なんだろうな、えー、相手との関係を自分から壊しにかかるっていうこと。 ね、自分から関係を終わ,らせにして終わらせてしまうっていうようなことってありませんこれまでありませんでしたかそういう恋愛関係でも友達との関係でもね、仲が良くなればなるほど怖くなる。怖くなるから自分でその関係を壊してしまうであったり、試し行動をしてしまう。うん。ということで、相手にもなんかこう、相手の関係がね、試し行動って自然体じゃないじゃないですか。 ね、相手の気持ちを試すために思ってもいないことを言ってみるってやったりねもう別れるよみたいなことをね、えー、言って相手の反応を見ながらねあ自分は愛されてるんだっていうのをこう確かめるっていう、ね、ために使う、えー、行動だと思うんですけどそれって本当自然体じゃないから相手もね、えー、不安定になるんですねで相手も不安定になるとこっちも不安定になるし相手もその人との関係がねあなたとの関係が不安定になるともうこの関係嫌やと思って相手から離れていくってこともあると思うんですよでそういう意味でもね その好かれると怖くなるっていうのはどういう背景でそういう気持ちが湧いてきたのか子供の時にね何、えー、だろうな、えー、最初はうまくいってても後から嫌われてしまうであったり、えー、うまくいってたことが最後は失敗してしまうっていうことであったりね、まあ、これ次のことにもつながるんだけどそのような経験をすると幸せになってる状態が不安になっちゃうんですよね、うん、どうでしょうか子供の時にそういう経験ありませんでしたか で子供の時にね、幸せな時間がなかったと。なかったから、今こうやって浮かれているとね、今これ幸せになって浮かれていると、それはなくなってしまうのが怖い。だから浮かれるのやめとこうってね、そういうことお価値も昔ありましたけども、そういう昔にね、そういうどういう家庭環境であだったから、えー、そういう感情であったり感覚が湧いてきたのかなっていうのをちょっとね、思い返してみたら縁かなと思います。親に愛されてこなかった人の特徴、21分の14。 どうせ最後は失敗する、うん、これ先ほどのとことつながってるんだけど、あのーねあのー、やっぱりね、うまくいくってことを想像するのはいいんですよ。想像するのはいいんだけど、それが叶わなかった時にがっかりするでしょ。へこむわけでしょ。傷つくわけでしょ。なので、最初から私は失敗するんだ。って、ね、うまくいかないって思っているとね、思っているとうまくいかなかったら、あ予想通りだってなってがっかりせずに済むでしょ。 えー、僕もこれよくあったんだけど、ねあのー、どんだけいいことがあっても、もう最後は失敗するっていうふうな、ね、イメージがね、もう頭の中にで出てきました、無条件にね。でそうしないと、やっぱり、えー、うまくい,いかなかった時にね、へこむのが嫌やったから。で、やっぱり頭の中で失敗するイメージが湧いてくると、やる気もなくなるし、自信もなくなるし、自分のパフォーマンスが出ないんですよ。で自分のパフォーマンスが出ないから、本当に失敗するんですね。本当にうまくいかないんですね。試合には負けてしまうんですよ。 ね、でそういうふうに負けたっていううま,くうまくいかなかったっていう結果がね積み重なっていくとどうせ僕はうまくいかないっていうそういう学習性無力感っていうんだけどねそういう無力な、えー、感覚がで、えー、っと溢れてしまって支配されてしまうってことね、うん、どうですか子供の時にそのようなことはなかったなあ何をやってもうまくいかないで、えー、そう,いう,うまくいかなかった時にまたあなたそんなこともできないのとかねほらそだからダメなのよとか。 努力してないからよみたいな失敗した時とか結果が出なかった時に親にどんなこと言われてましたかそういうことをちょっと書き出してみてくださいで書き出してみてね、えー「本当はこういうふうに言ってほしかったな」とか、えー「もし自分が親だったらこういうことを声かけてあげるな」っていうところもね合わせて書いていくとえー、5沈黙が耐えられないどうでしょうか シーンってしてる状況になるとなんか明るく振る舞ったり場を盛り上げようとしたり、えー、間を埋めるために相手に質問したりそのようなことありませんか、まあ、これがね沈黙を埋めたくなるっていうのは普通の人の感情というか、まあ、そういうのは備わっていると思うんだけどそれに過剰に反応してしまうっていうことですね。 で沈黙ってのはそもそも悪いことではなくて、子供に対しても子供に質問して、シーンってなってるのは、それは子供が自分の頭で考えている時間なので、その,その時間にこう間に、ねえー、割り込んでしまうと、考える機会がなくなってしまうわけじゃないですか。ね、で、おかちがね、あの子供に質問しました。質問しましたよ。今日どんなことをしたってで、子供は考えてます。それを親がね、シーンってなってるのを耐えきれずにね、えー、今日は、えー、おばあちゃんち行ってきたんだよねって言ってしまうとかね。で僕は別に待つのは平気なんですよ。 子つのは自分でどんなことあったかなってこうやってね考えてるわけなんでそれをこお親が奪ってしまうってそういうことありませんかもしかしたら沈黙はあってはいけないって思ってません沈黙は、えー、ダメなこと沈黙になると相手が困ってしまう沈黙になると相手,が気まずい相手と,との関係が気まずくなって、えー、相手が自分から離れていってしまうんじゃないかって恐れてありませんか ちょっと、えー、読み解いていみてください。はい、ちょっとお茶飲もうか。うん、10分に1回ぐらい飲むのがいいですね。えー、21分の16。 完璧にしないと気が済まない。いわゆる完璧主義ですよね、えー。お掃除もそうだし、料理もそうだし、子育てもそうだし、ねえー、子供の勉強面も運動面も、まあらゆることについおいてね、えーまあ、完璧にしないといけないと。まあ、自分のことだけじゃなくて、自分の大切な人、もうパートナーもこともそうだし、えー、ご家族のこともそうだし、もうあの子供のこともそうです、えー。あらゆることにおいて完璧を求めてしまう。 ありませんかで完璧求められるとやっぱ苦しいよねだって自分には自分の、ね、物差しがあって自分の基準があるのに自分の基準ではないところで評価されてしまう評価されるから子供もも自分の物差しではなくて相手の物差しつまり親の物差しを、えー、常に気にするようになるということで自分軸ではなく他人軸になってしまう親軸になってしまい自分で考えて行動できなくなったりとか。 指示がないと動けなくなったりとかそもそも自分がどう生きていきたいのかが分からなくなったりとかしてしまう可能性もあると自分と同じような生きづらさが子供に連鎖してしまうこともあるということなので完璧を押し付けることはどうなのかなってこう、あのー、ちょっと考えてみるのもいいかもしれないですねでそもそもね自分も完璧にしたくないんだとだけど完璧にしないと気が済まないんだそういうこともあると思うんですねそうやってやっぱ幼少期の親との関係母親父親との関係によってね、えー、なんだろう 98点取って、まあいい点数なんですよ。98点で A 点数なんだけど、なんで間違えたのってできていないところを指摘されたり、叱られたり、えー、罵倒されたり、まあ、そのような経験があったからね、えー、100点を取らないといけない、満点じゃないといけない、1つでも欠けてはいけない、間違ってはいけないっていう、えー、人生脚本が出来上がっているのかもしれないということですよね。本当にそうなんですかってこと、どうですか本当に完璧にしないといけないんですか 完璧にすることがゴールですか何のために子育てをしているんですか何のために働いているんですか目的を考えてみるといいですね。完璧にするというのは手段なんですよ。ね、本来なら、例えば自己肯定感を育てるっていうのは目的であれば、自己肯定感を育てるための手段というのは山ほどあって、完璧にすることによって自己肯定感が下がるんであれば、本当にその手段って適切ですかって改めてね考えてみるのがいいかもしれないですね。 本当,はど本当はというか、本来はどんな子を育てたいのかって目的をね、えー、明確にすれば今やってる手段がふさわしいかふさわしくないかが見えてくると思います人生においてもそうだし働き方においてもそうだし子育てにおいてもそうどんな子を育てたいどんな働き方をしたいどんな生き方をしたいっていうことをね言語化してみるだけでもね今にこう今縛られてるこの鎖いやーこれ別に、えー、別に縛られなくてもいいわとこれも手放してもいいわってなるかもしれませんはい 21分の17。家族との温かい思い出がない。どうでしょうか小学校の時、中学校の時、そして幼稚園の時、ちっちゃい頃のことを思い出してください。どうでしょうかなんかね、えー、あの時嬉しかったなぁとか、お父さんお母さんにこんなことされて、えー、なんか涙が出るほど感激したなぁとか、なんかそのような思い出ってありますか まあね少なからずはあると思うんだけど、全くないっていう方ももちろんいらっしゃいますよ。いるんだけど、あんまりない。数が少ないっていう方はいらっしゃるかもしれないですね。おかちのところに相談して来られる方は。それよりも、温かい思い出よりも、苦しかった思い出、寂しかった思い出、辛かった思い出の方が多い。ね、なんであの時あんなこと言うたんって、ね、なんであの時、えー、兄弟で差別したんとかね。なんで比べたんとかね。なんでやりたい習い事習わしてくれへんかってんとか。 行きたいとこ行かせてくれへんかったんとかね。なんで友達の悪口言うたんとかね。いろいろと、えー、苦しい思い出だったり苦い思い出の方が多くて温かい思い出を思い出せないってこともあるかもしれませんね。でそういうような,なだろう温かい思い出を思い出すのもいいですよ。あの時はこんなこと言ってありがとうとかね。そうやって感謝の気持ちを持つことも大事だし、えー、その反対に、えー、苦い思い出。 ね、あの時何だなこと言うたんってことねそれをちょっと読み返して思い返してみてねえん、ー、本当はこういうふうに言ってほしかったなとか本当にはこういうふうに接してほしかったんだなっていうところをね書き出してで今できることがあればね、えー、自分がね自分の親になったつもりで自分を育て直すつもりでね、えー、自分にアイスクリームを買ってあげるとかね、えー、一つ隣の駅に遊びに行くとかね,ね自分のためになんかちょっと好きなボールペンを買ってみるとか習い事ね、えー、好きな習い事、えー、フラワーアレンジメント通ってみるとか とかねであのー、子どあの時に満たされなかった感情っていうのは今大人になった今だったら満たすことはできますその時と比べて時間もあるでしょ体力もあるでしょ頭も良くなってるしそしてお金もあるはずですその時と比べてねうんなのであのできる範囲でできる限りでえでねその時できなかったこと家族にしてもらえたなかったことを自分がしてあげるっていうのはいかがでしょうかはい21分の18誰からも理解されていないって感じる ねえー、誰かのも理解されていない感じ,あ感じでいいな。うん、そうやってなうん。どうでしょうか。どうせ自分のこの苦しさとか辛さっていうのは誰にも分かってもらえへんねやろなって諦めてませんそういうふうに諦めてるから本音が言えないであったり自分の気持ちを伝えないようにしてるその場のね雰囲気に合わせるようにしてるってそういう方もいらっしゃると思います。だって、えー、分かってもらえなかったら辛いから理解されなかったら苦しいからね。 ね、それ親に対する憎しみかもしれんし、親に対する憤りかもしれん。そんなこと言うたらね、えー、親のことそんなこと言うなとかね、親孝行せえみたいなね、全然なんか理解し,理解してくれない冷たい言葉が返ってくると、もう諦めてしまいますよね。どうせ誰にも分かってくれへんって。そう,そうなると自分から心を開くことがなくなる。こっちが心を開かないから、向こうも心を開かないってことで、どうしてもね、人との関係が深くなっていかないということ。 ありませんかもしかしたらそれはね子どもの時にね自分がこうしたいあしたいっていうことを、えー、言っても無視されたとか聞いてもらえないってあったりね、えー、常に自分がやりたいことではなく親が求めていることを、えー、させられていたとそのような経験があったのかもしれません。はい21分の19自分の決断に自信が持てない。 どううでしょうか自分で決められないし、えー、どっちかなって、服一つにしてもね、どっちがええんかなって、自分で選べない。優柔不断。で自分で決めたことに自信が持てない。本当にこれでいいのかなと。だから、自信が持てないから、えー、専門家の意見を聞こうって、専門家の意見に従うということ。まあ、もちろんね、専門家の意見を仰ぐのも大事ですよ。全部が全部自分、専門家になることできないじゃないですか。ねパンクしたらパンクの専門家に頼ったらいいし、ね。 なんだろう、クーラーが壊れたクーラーのね、お掃除本舗さんかわからんけど、なんかそういう業者に頼んだらいいじゃないですか。全部が全部、自分が専門家になる必要はないと思うんです。思うんだけれどもね、自分が決めたことに自信を持つことって、これすごく大事だよね。うん、いわゆる自分の人生の車のハンドルを自分が握るってことじゃないですか。誰にも握らせないってこと。ね、自分が行きたいところにハンドルを切って、自分のペースでアクセルを踏んでね、ね、休みたいときにブレーキを踏んで休む。 ね、そうすることでねあの自分の人生を生きているっていう感覚を取り戻せると思うんですだけど自分でこれまでね子どもの時から自分で選んだ経験がない自分で考えた経験がない自分で決めたことを尊重してもらえなかったそのような経験があるとね、えー、やっぱり自分で決められないんですよ、うん、だってそれに対して自信がないよだってそれでうまくいったっていうあの、ねあのー、根拠がないから根拠がないんですよ自分で選んだ機会がないから成功体験積んでないんですよ だから決められないんですね。なので、もうちっちゃいことでいいんです。ほんとちっちゃいことでいいから、自分で選ぶ、自分で決めるっていうことをちょっと習慣化してみるのはどうでしょうかってことです。もうご飯を何を食べるのかでもええしね、えー、休日どこ,どこに行くのかでもいいし、どんな本を読むのかでもええから、決められる範囲でね、自分で選ぶ、自分で決めるっていう経験を積み重ねていくってことは、すごく大事なことかなと思います。自分軸で生きるためにはね。はい、残り2つですね。じゃあちょっと水飲みましょう。 はい、えー、残り2つですねやりましょうかやりましょうか親に愛されてこなかった人の特徴21分の20自分には価値がないように思ういかがでしょうか自分という人間そのものに価値を感じていますかそのままの自分です努力しなくても頑張らなくてもお金を稼がなくても人の役に立たなくても子育てをしなくても家事をしなくてもそのままの自分 生きているだけでオッケーと思えますかね。これはね、なかなか思えへんね。お価値も思われへん。まだ。 うん、お価値もやっぱり誰かの役に立たないとっていう気持ちはやっぱ強いし、えー、現実問題はやっぱ仕事ではね、自分がやりたいことだけじゃなくてね、えー、誰かの困っていることを解決する、そして何らかの価値を提供することで、その対価として報酬をいただけると、えー、お給料をもらえるということでね、生活が成り立っているので、成り立っているので、じゃあ僕がそうやって仕事をしなくなって、誰かの、か誰かに価値を提供しなくなったらね、えー、そのままの自分で価値があるのかなって、これはなかなかね、やっぱゼロにすることは無理よ、無理よ。 無理だけれどもね、以前はね、その気持ちがね、100ぐらい強かったんですよ。 100ぐらい。自分はね、えー、誰かの役に立たないといけないと。そのままの自分ではだめだと。何らかの実績を出して、そして誰かの役に立てて、そして感謝をされてこそ、自分っていうのは価値があるんだっていう、その感情はやっぱ強かったんだよ。強かったんだけれどもね。今は、うーんその100なのが40ぐらいにはなってるかな。うん40ぐらいに、ね。そのままの自分でも、えー、もちろんそのままの自分を受け,受け入れてくれない人も多いよ。もう変わってるからね。 変やからね、うん、物を壊すし忘れ物するしね言ったらあかんことも言ってまうしねあのちゃんと共感するする場面でも共感しないしね仕事じゃない時にはねなのであの嫌われたり居場所をなくしたりすることも多いよだけれどもこんな自分でもねちゃんと受け止めてくれる優雅、えー、ちゃんっていうかまあ、奥さんがいたりとかね子供たちがいると、まあ、そういう経験を、まあ、この10年間がっつりしてきたんでねまあ、そのままの自分でももちろん10人おったら8人ぐらいには嫌われるけどまあ 二人ぐらいには受け入れてくれるんだろうなっていう感覚は持てています。持てていますね。で、やっぱこれっていうのは、幼少期の教育とか、親子関係とかはすごく大きいよね。うん、いい点数取らないといけないんだみたいな感じで、まあ、一つの物差しで測られるわけじゃないですか。自分という価値を。え、えー、どれだけ、えー、記憶できたか。 っていうことであったり、英語の点数何点だったかってのその正解か不正解かっていうことでね、順位がつけられて、比べられて、それによって、いい大学に行けたいとか、自分が行きたいとこに行けたいとかね、えー、なんだろう、何らかの評価基準っていうのがあって、その評価基準によって自分が、えー、と評価されてきたっていうことをね、まあ10年、20年、まあ小中高、まあ16年か、小中高16年と、えー、家庭、家庭の中で含めてね、まあまあ20年とか30年とかね、まあ、ずっとそういう環境でいるとね、 やっぱりそのままの自分ではダメなんだと。いい成績を取らないといけないし、誰かの期待に応えないといけないということがね、根付いても当然だと思います。これは当然なんですよ。本来ならね、学校教育、まあ、小中高16年でね、自分がやりたいことを見つけるっていうものであったり、そやりたいことを実現するための力を身につける。で、そこでね、あこういうふうにやったら、えー、やりたいことを手に入れられるんだ。こういうことでやったらやりたいことが見つかるんだってことを分かって、えー、社会で自分がやりたいことに対して、えー、エネルギーを注いで生きていくって。 そのためのね準備期間であるはずなのにね、えー、自分がやりたいことではなくどこかの誰かが決めたことを勉強させられると。 ね、時間割も決まっていて、ね、自分がやりたくないことも、えー、平均点に下がってたら居残りでね、えー、ちゃんとやらなあかんし、赤点取ったら大好きなバスケもできなくなるってことでね、えー、苦手なことと全部なくさなあかん、全部まんべんなくできないといけないというね、自分がやりたいことを探すっていうよりも、とにかく赤点を取らないっていうようなね、えーまあ、16年、 過ごされていいいる方も多いんじゃないかなかと思いますでそうなると、やっぱ大学進学が決まってからね、もう,もう勉強せえへんって言ってね、僕らの時代はそうでしたよ。もう大学終わったらもう勉強せえへんって人が多かった。授業にも行かない。僕も授業行ってなかったからね、もう部活しかやってなかった。うん 部活はええよね、部活は本当にまあいいんだけど、部活の話は許せえへんけど、まあ、とにかくなんだろう勉強って生涯続くものであるのに、えー、大学受験終わったらも勉強がやめてしまうっていうのはすごく悲しいことやし、その後の、ね、成長ができない。成長ができないってことは、自分がこういうふうに生きていきたいっていう人生を自分で作ることができないってことなんですよ。できないから,周りの人に作られ、周りの人が作ったレールに乗っかるしかできなくなる。 うん、そうするとね、それでうまくいく人はいいし、それで居心地がいいんやったら何の問題もないけども、そこに生きづらさであったり、息苦しさを感じてるんやったらね、やっぱり勉強することも必要だし、自分がどういうふうな人生を歩んでいきたいのかって自分で明確にしてね、えー、進んでいくことも大事だよね。まあ、何の話からこ,こ,こんな話になったか分かんないけど、また話をギュッと戻してね、まあ、自分には価値がないように思うってうまあ20を今紹介してるんだけど、これっていうのも、なんか幼少期の教育環境であったり、親との関係性によってね、そこが、そういう感覚ができてるのかも 教えないっていうことですなので、まあ、具体的な対策はね今回の動画ではがっつり話しません、あのー。以前の動画でね、えー、こういうような生きづらさをどうやって緩めるのかっていうのを紹介しているんでぜひ、ね、チャンネル登録を押しておいてくださいね。簡単に言うとね、えー、そのままの自分でもいられる場所、そのいられる人、いられる時間っていうのを作る。それが大事だよね。うん、はい最後ね、ね21分の21親が憎い、だけど愛されたい。ね 親というとモヤモヤするんですよ。なんかね、些細なことでイライラしてしまったり、優しくできない、冷たく接してしまう。 ね、親のことが憎い、なんであんなことをやったの、なんであんなこと言ったのってい、ね、まだにもうムカムカするし腹が立つ。だけど、心の底ではやっぱり親に認めてもらいたいとか、ね、親,と親とのわだかまりを取ってね親と仲良くしたいとか親に愛されたいって気持ちは残ってるんですね。残ってるんですよなので、ね、親と完全に距離を置くことはできないであったりやっぱりねももむやむやしてても親孝行しないといけないってこと。で親孝行しようとするんだ だけど、えー、やっぱり昔の自分がね、えー、出てきてあの時あんなこと言うたとかあんな時されたか、されたっていうその苛立ちとか怒りが湧いてきてねやっぱり優しくできないそこでね自分を責めてしまうんですね、うん、優しくしたいのに優しくできない親孝行するべきなのに親孝行できないって結局自分を責めてしまうんですよそれが一番苦しいじゃないですか苦しいでしょなので本当に、えー、親に愛されることが必要なのかって 愛されたいというのはあのー、愛,す愛すか愛さないかというのは親が決めることなんですよ。自分にはコントロールできないことなんですね。自分にはコントロールできないことを、えー、に身を自分の身を置いてしまうとこれ苦しくなるんですよ。あ天気と一緒、うん。天気と一緒ね。えー、天気が今晴れなんですけど、これを雨にすることできないじゃないですか。雨になったら自分がハッピーで、晴れになったら、えー、悲しい。 逆にしたらよかったな。まあいいや。晴れになったら悲しいってなってしまうとね、それはもう天気に自分の人生を握られているようなもんなんですよ。自分の親に自分の人生を握られてる。つまり、自分の車のハンドルを、えー、親,親が握ってる状態。親に握らせてる。親に明け渡してる状態なんですね。運転席をね。それはダメダメってことですよ。ね、ダメダメ。うん。だから、自分がコントロールできることに自分の幸せを置く。親に愛されたい。 愛されたいね。愛する、親が愛すかどうかっていうのは、親が決めること、自分にはコントロールできないですよ。なので、親との関わりでどうありたいのかっていうのを100、100%自分はコントロールできるようにね。例えば、ね、いい距離感で付き合うとかね。えー、自由を、お互いの自由を尊重し合える環境、関係,関係性で。もしそれができないんだったら、えー、少し距離を置くとかね。そういうふうに。 なんかそのどういう関係でありたいのか、それを極力、えー、自分がコントロールできるところに置くで、そのために具体的にどういうふうな関わりをしていくのかっていうことを言語化していくのもいいよね。えー、3回に1回は返事をするようにするとかね、えー、すぐに返事をしないとか、ちょっと距離を置くとか、子育てのことについてのアドバイスをしてきたら、それに対しては、えー、子育てのことに対してはあの助言をも求めるまで助言しないでって言うとかね。 言うとか,なんかそ,れそれでもやめないんだったら申し訳ないけどちょっと距離を置くっていう話をするとか、えー、なんかね親と関わる時の10か条じゃないけどそういうのをあ,のあらかじめ決めておくと、えー、そういうような親が憎いけど愛されたいとか親に対するそのモヤモヤっていう感情にね振り回されることなく日常を楽しく過ごせるんじゃないかなと思います。<laughs> はい。ということで、ということで、今回はね、親に愛されてこなかった人の特徴っていうことをで、えー、21個紹介させていただきました。まとめますとね、えー、今こうやって生きづらいとか、人の目を気にしてしまう、人からの評価が気になる、自分の子供と他の子を比べてしまうとかね、子供のことが必要以上に心配になって先回りしてヘルプしてしまう、イライラしてガミガミ叱ってしまうとか、上の子だけ可愛くないんだよねとか、なんかわからんけど子育てがうまくいかないとか、なんかわからんけど仕事や人生がうまくいかない。 その背景にはね、もしかしたら幼少期の親との関係性から来ているものもあるかもしれないってことです。で幼少期の親との関係性によってね、僕たち、私たちは生きるためのシナリオを作るんですよ。人生脚本。でそのシナリオに従って毎日を生きているっていうことだから、結局そのシナリオがわからないことには人生は変わらない、子育ては変わらないですね。 なので今回はね、えー、このようなことありませんかと、このような行動パターンの背景には、もしかしたらこのような原体験があったかもしれませんねっていう話をさせていただきましたということです。えー、今回の、ね、動画を見 聞いていただくことでね、少しでも自分の中にあるわだかまりであってり、モヤモヤであったり、そういうなんかこうざわざわするということが、えー、晴れればええなと思っております。この番組ではね、親も子も楽になる緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや、えー、自分を責めてしまうための自分責めあるわけでしょ、自分を責めてしまう、それを緩めるコツとか、えー、子供を自立させる関わり方を紹介していますということです、えー。ここまで聞いてくださったんなら、もうさ、もうせっかくなんでフォローしといてください。 で今回はねこういう特徴ありませんかってことでしたけど以前の配信ではそれをどうやって緩めるのかっていう具体的なね日常生活の行動習慣であったり子供と関わるときにはこういうことを注意しようねっていうところをね、えー、まさにこう今回の、ね、1時間ぐらいの長尺動画で話してます「緩める子育てラジオ」って再生リストをね聞いていただいたらねそちらには長尺動画もすでに28本ぐらいあるんでそちらをね繰り返し繰り返し何度も何度も聞いていただけたら嬉しいです、えー、僕はねこう緩めるってことが僕の人生のミッションなんですよ。 社会にはびこ,るこうしなければいけないという見えない鎖。 ねえー、自分はそうしたくないのにそうせざるを得ない。自分がそう思い込んでいるんですよ。そういうものを緩めたい。緩めることでね、自分を生かして生きられる人を僕は増やしたいんです。自分の得意を生かす。ね、自分が本当にやりたいことに自分の命を捧げる。全身全霊で毎日充実して、ねえー、楽に、自然体で生きる。そのようなね、えー、人がね、一人でも増えたらええなと思ってます。子供との時間が楽しくなったり、穏やかな家族との時間を楽しめる。そのようなね ことを目指しておりますのでよかったらチャンネル登録ボタン押しといてで概要欄にある公式 LINE もとりあえず登録だけしといてよいつでも解除できるからねはいということでということで今日はこんな感じでしょうかはい I am a star you are a star 自ら輝けば世界はえー、っと世界はポカポカと輝くワンダフーな一日をお過ごしくださいバイバーイちょっと首が痛いわちょっとマッサージしますね